バシャールの瞑想イメージワーク2、シンボルを溶かし結晶化する危機物語。それではもう一度目を閉じてください。今日は咳をしている人が多いですね。構いませんから遠慮なくどうぞ。咳は古いものを象徴的に外に出しているだけです。それが皆さんの比喩です。このようにすべてのものを象徴的に見ていくことができます。ですから自分自身を無条件に愛してあげてください。それでは目を閉じて深呼吸をします。自分の前に輝く鏡を見てください。自分はいつもこんな風に見えるなと思う自分をイメージします。その自分の姿が少しずつ変わってきます。鏡の中に見える自分が自分と反対の性を持っているのを見てください。男性でしたら鏡の中に自分の中の女性の部分が見えます。女性でしたら鏡の中に自分の中の男性の部分が見えます。皆さんの魂は両方のエネルギーを持っています。今までも何度も男性に生まれたり女性に生まれたりしてきました。今少し時間を使って鏡の中の自分の顔が男になったり女になったり様々な人種の顔になったりするのを見ています。相手も鏡の中からオープンな気持ちで心を開いてあなたを見ています。そして次のように言ってください。私はこれらすべての人だ。私にはそのすべての人のハートが理解できる。彼らも私のハートを知って理解することができる。そして今鏡の中にそのすべての人の顔が一度に見えます。さらにそれらの顔が真ん中の方へと溶け合って今一つに輝く光となります。皆さんの現実はシンボル以外の何物でもありません。そこには意識しか存在しません。自分の意識は体の中にあるのだと思わないでください。皆さんの体が意識の中にあるだけ。皆さんの体は皆さんの意識が物理的な形をとった現れなのです。この現実世界とは皆さんの意識が一つの象徴的な形をとった現れです。皆さんはすべての方向に永遠なる存在です。内なる世界とか外なる世界とか言いますが、それもシンボルの一つです。すべては一つです。一つなのです。すべてです。永遠であり無限であり、そして一つである。永遠に可能性のすべてを映し出しているだけなのです。すべての次元もすべての宇宙もすべての現実もただ一つの意識を表しているだけなのです。シンボルに過ぎません。それでは鏡が消えます。目を開けてください。もう一度大きな深呼吸をします。浄化の呼吸です。吐くときにこんな風にします。ふう、皆さんの想像の吐息です。息を吸い込むときに古いシンボルを溶かし、息を吐くときに新しいシンボルを結晶化させます。皆さんは今想像の炉となっています。常に古いシンボルを溶かす溶鉱炉のようなものです。そして息を吐くときに新しいシンボルを結晶化させる、そんな感じです。皆さんは生きている光です。
自分が誰だか覚えていてくれて、どうもありがとう。それでは、目を開けて、立ってストレッチをします。できるだけ高く手を伸ばして、そして、自分のすべての部分を抱きます。あの光り輝く鍵も覚えておいてください。それでは、椅子に座ってリラックスしてください。